買いましたよ、久しぶりに。バイクパーツ久しぶりにめちゃくちゃ買いました。まあ買ったっても3つなんですけどね。ちょっとコロナで遅れてたんだけども、ようやく来たんでいじりたいと思います。はい、マウンテンバイクのパーツです。買ったやつ一個一個見せます。まずはこちら、タイトル、かっこいいでしょ。箱がもうかっこいいでしょ。そうなんですよ、こちらね、箱はかっこいいんですよ。箱がすでにかっこいいんですよ。タイトルっていうのはめちゃくちゃ有名なライダーが立ち上げたブランドですね。見ての通りとてもシンプルです。そしてかっこいい。一緒に走ってくれてる翔也くんからいろいろアドバイスをもらって、僕なりにこれどうって聞いたら、いいんじゃないですかって言ってくれたんで買いました。まずこの2つをね見せます。おほー、かっこいい。タイトル MS-1 ってやつですね。はい、うわー、久しぶりにバイクのパーツなんて買ったわ。かっこいい。見てください、このシンプルイズベストな感じね。ここにちょっとこうタイトルってこう立体感のあるねロゴが記載されてます。でここにちょっとねファブリック調な感じになってて、ちょっとかなりショートノーズじゃないですね、ロングノーズで細いやつになってます。これと交換します。これはお察しの通りでございます。じゃあハンドルですね。もう箱から見るとこれカーボンハンドルが入ってるんじゃないかってぐらいの高級感。でも大丈夫、アルミです。はい、値段もねそんなめちゃくちゃ高くない。風が強すぎて干してるカップがめちゃくちゃ揺れて音が鳴るっていう。ねえ、かっこいいじゃん、タイトル。いいじゃん、こんな具合になってます。ね。シンプルにここにこう、タイトルってこうね。まあこの辺にね、タイトルのブランドについてとか、細かいね、詳細が入ってます。ザ・タイトルブランドって書いてますけどね。ハンドル幅831のクランプですね。で、なんか7050番のアルミ使ってて、38mm のライズですね。なんで、ここの角度がちょっとこう、上に上がってます。これもね、翔也くんに相談して、これにしました。本当は、ステムも欲しかったんだけども、このバイク、M サイズなんですけど、僕の身長、体格だと、ちょっとちっちゃい。いうことで、ステムもね、今回長くしたいと思ったんですが、タイトルには長いステムは用意してないんですよ。本当はタイトルで揃えたかったんですけど、40ミリだ。今ですね、40ミリのステムがついてます。これね、かなり乗ってみるとわかるんですが、窮屈なんですよね、割と。もうちょっと前に突き出して、で、上げることによって、より乗りやすくしようっていうのがね、今回の狙いです。はい、こちらが出てきます。ノースショアビレット、NSB。はい、カナダの CNC 加工とか上手なメーカーになります。かっけー。たまんねえぜー。ほら、じゃーん。こんな感じですね。美しいですね。素晴らしいですね。はい、見てください。こちらね。素晴らしいです。これもレーザーで刻印してるんでしょうね。CNC 加工が上手にできてます。独特のデザインしてますね。かっこいいと思います。レーザーで多分やってますね。僕、これ実際に工場とかでね、レーザーでやるやり方とか見してもらったことあるんですけどね、これすげえんですよ。一瞬でできちゃう、これな。えぐられてるんですけども、こういうところで軽量化しつつ、強度も保ちつつ、まあ、そんなところだと思いますけども、よくできてると思います。このバイクに関しては、とことん黒にしようと、僕の中で思って。最初ね、ちょっと色を使っちゃおうかなと思ったんですけども、あえて、黒パーツでちょっとこう渋くいこうかなと思って全部黒にしました。嫁のバイクをバラす動画で一個ね、マウンテンバイクのパーツがあって、これですね、これ50ミリなんで、60がなんか合わないなってやったら50ミリみたいな感じでちょっとこう試行錯誤して、やってみたいと思います。はい、まあとりあえずまずは2センチ一気に伸ばします。60ミリのステムにタイトルのハンドルつけて、で、サドルもこっちに変えるとやらせていただきます。ハンドルを刃型にしました。で、1個ね、みんなにね共有したい情報があって、
スペシャライズドのリーボっていうこのマウンテンバイク、E マウンテンバイクって、ちょっと面白い機構があって、スワットってね、いうシステム、特殊部隊が使えそうな面白いギミックを、自転車のパーツ、工具をね、収納するために使うシステムみたいなのがあるんですけども、まあそれがね、なんとこの、スペシャライズドリーボにもね、採用されてて、今見せたこのコラムのところにですね、工具が入るようになってるんですよ、これ。面白いっすよね。ここの部分に工具を収納していて、キャップをずらすと、スプリングでニョキッと出てくると。これによって、携帯工具が出せて、ちょっとね、ブレーキとかハンドルとかいろいろ調整ができちゃうというようなものになってます。今回じゃあ、ステム交換しようってなった時に、どうやってこれを抜けばいいか、僕最初全くわかんなくて、普通ね、トップキャップ取っていけば簡単にできるんですけども、上から捨てるネジっていうのがないんですよ、ここ。あれーと思って、いろいろ調べて、最終的には聞いた結果、トップキャップの下のここですね。フォークのこの付け根の部分ですね。なんと六角があるんですよ。これはね、聞かないとわかんないよね。いやー、俺もびっくりしました、最初聞いた時は。なかなかこう、スペシャルは面白いことを考えますよね。ここにやるかみたいな。これパカッと開くと、こんな風になってるわけですね。面白いよね。これはね、間に挟むやつなんですけども、こうなってます。これはね、結構、わかんないよね。ここが、緩むことによって、スポンって出るんですね。スプリングがついてて、こう、収納できるスペースになってるんですよね。これがこのように入ってて、で、まあ、スポンと抜ける。ここにスプリングがついてる。なかなかスペシャル面白いことしてるじゃんという感じです。はい。これで難なく抜くことができます。ここを緩めればね。はい。せっかくなんで比較します。これはもともとついてた40ミリのステムですね。そしてこれが嫁のロードについてたマウンテンバイクのパーツですね。で、これが今回購入した60ミリですね。こう見るとね、結構やっぱり大きさが違いますよね。ハンドルに関してなんですけど、こんぐらい変わりますね。あ、結構変わる。ん？はいはい。はいはい。ああ。CNC 加工、本当にね、技術力高いところはね、本当に気持ちいいです。スッと閉まって、スッと止まりますね。本当にそんなグッグッって力入れなくても、素晴らしい精度ですね、これは。これはいいね。思わずね、にやけちゃいますね。トムソンとかも、すごい精度が高くていいんだけど、ガシロンの工場とか、実際に行って見たことありますけど、いやー、やっぱすごいよね。CNC 加工は最高だよね。これがこうなるわけですな。もう、ちょっと、締めてあげるだけで、もう締まってるのがわかる。素晴らしいね。感動ですよ、私。サドルは、もともと純正でついてるやつよりも、ちょっとね、細くなってるんですよ。これなんで細いのがいいんだろうって、いつも走ってくれて翔也くんが、
そのダウンヒルとかするときって結構こう重心を落としたり膝の運動をすることが多いから、ここが幅広だともも裏が当たっちゃうことがあるんですって。こうしゃがんで曲がったりとか腰を動かしたりするときに当たっちゃうことが多いので、ここがね細ければ足が当たることが少なくなるから、ダウンヒルとか結構やるんであればこっちの方がいいっすよって言われて、じゃあそれでって感じでこれ買いました。ロードと違ってネットに情報が全くないから本当にありがたいよね。マウンテンバイクの知識がすごい人とこう友達になれて僕は本当に嬉しく思ってますし、僕もこの知識をね、もしもマウンテンバイク始めたいって人がいたら、まあ、初心者ながらねこう話すことができるから共有していきたいなと思ってます。本当に日本のマウンテンバイクの情報量の少なさって言ったらもうビビりますよね本当にね。いやーでも本当結構迷ったんですよ。サドルもちょっとなんかやんちゃな色にしようかなと思ったけど、結果ね黒っていう、もうとことんもう渋くシンプルになんだけども、あ、このパーツ使ってんだみたいな、そんな感じになりしたいなと思って今回ねこのタイトルってメカチョイスしたけど、あのいいんじゃないかな。なんか見る人が見てくれれば、お、これ使ってんのお前やんって思ってもらえたら嬉しいなぁと思っておりますけども、比較するとこんな感じですね。結構違うよね。比較するとこんな感じです。かっこいいよね、シンプルでね、僕は好きです。よし、できた、うん、いいじゃん、かっこいいじゃん。いいと思います。まあ、ちょっとこの辺の角度はまた要調整ですな。完成です。一応ちょっとね細かいその設定なんかはちょっとまたやりますけども、一旦ちょっとパッと見の見た目だけ出来上がったんで見てもらおうかなと思います。はい、まずサドルタイトルシンプルにね記載されてますけども、そしてまあ今回大幅に変わったのがこのハンドル周りですね。まあ色は変わらないんでパッと見は全然変わってないんですけど、ちょっと角度は多分調整しますけども、まあ一旦こんな感じでライズかなりね基本となってます。もうちょっと後ろでもよかったかなとは思ってるけど、ちょっと明日調整します。ステムがねだいぶ長くなってます。だいぶ伸びました。かなり伸びたと思います。横から見るとこんな感じですね。結構渋いと思います。これはかっこいい、かなり個人的には好きですね。このステムはハンドル幅が780から800ミリということで、20ミリほど伸びました。色的には全然変わり映えがしないんですけども、細かい点で僕の体格に合うように、アップデートしました。ちょっと一回これで試してみて、例えばステムの長さが微妙であればちょっと短くしたり、いろいろやってみたいと思います。早く乗りたい。明日ね早速フォレストバイクで走るので、実際にちょっとどういう感じフィーリング変わったかとか、ちょっと自分なりにいろいろ感じてみたいなと思います。はい、今回の動画は以上です。もしもねよかった、面白かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日の動画は以上です。お疲れ様でした。